はい、皆さんお疲れです。ドラゴンでーす。今回はですね、ちょっと領土線の方をね、回っていこうかなと思うんですけど、まあ、一応今のところの僕の順位はこんな感じですね。3000人称を、まあ、キープできるかな、できないかなっていうところの感じなんですけど、まあ、できればね、4000人称行きたいなと思ってるんですけど、なかなか時間がなくて、まあ今日もちょっと所用で、熊本の方に行ってたんですけど、まあそこでもちょっと時間なかったのでなかなかできてなくて、まあ明日がちょっと仕事休みなんでね、ちょっと今日の夜から、バンバンまくっていこうかなと思います。でまあ一応今回どんな動画撮ろうかなと思ったんですけど、まあとりあえず城壁平線と、甲状腺、そちらの方をね、僕がどんなパーティーで回ってるか、そちらの方をね、ちょっとお見せしたいなと思っております。で、一応ね、熊本というところで今回はね、これを買ってきて食べました。こちらです。はい、馬刺しですね。で、この馬刺し、もちろんうまいのはもちろんなんですけど、縦紙ってあるじゃないですか。この下にあった油みたいなやつ。あれもうまいっすね。縦紙って何なんだろうな。あんまのそれこそ縦紙なのかな。もうほんとなんか、牛脂みたいな感じなんですけど、見た目は。まあでもね、非常にコリコリした、なんか、うまさがあって、食感があって、僕的には好きでしたね。まあ、脂っこいって言われて、敬遠される方もいらっしゃると思うんですけど、僕的には好きでした。はい。というところで、まあ余談になりましたが。まあ一応ね、城壁平線から回っていこうと思いますが、まあ僕はね、一応どんなパーティーで回ってるかっていうと、この録音パーティーですね。録音パーティーで回るか、もしくはこの、リーダーがクロちゃん。はい。あ、クロちゃんじゃねえや。開始棒。開始棒で回ってます。はい。で、まあ、一応真ん中に、境界じゃなくて、9弦を入れるようになりました。そっちの方がね、ちょっとスコアが出るんじゃないかなと。まあ、城壁平線も、甲状腺もですね、両方ともスコアが出せるのかなと思って、境界から9弦に変えることになりました。まあ、で、フレンドさんはですね、一応、教唱、少年ですね。少年を借りて回ってます。で、一応僕前回の動画で、前々回かな。その動画で、まあ、少年引くことができたんで、早速ちょっと4凸にして使っております。まあでもね、やっぱね、5凸とかね、まあ、凸の数が多い方が、まあ、スコアが純粋に上がるって感じなんでね。まあそれはね、大事なところではあるみたいで。はい。まあなんせ僕、高村流と春申君と、あと、まあ、支援の5系かな。その3人持ってないので、その時点でね、ちょっと、やばいなって感じなんですけどね。まあ、でも、その中でも僕が一応こんなして回ってるよっていうのを紹介しようかなという動画を、撮ろうかなと思いました。まあ、とりあえず、最初の方は必殺が溜まってないので、まあ、すぐさま、司令官を撃ちます。はい。そんな感じでやってます。で、僕、熊本行ったって言ったじゃないですか。なんで行ったかっていうとですね、ちょっと、まあ、じいちゃんの顔を見に行ったというか。まあ、それこそ僕、まあ、僕の子供じゃないんですけど、まあ、めいっ子が生まれて、もうしばらく経つんですけど、まあ、めいっ子が可愛くてですね。はい、もう、親バカじゃないけど、じじバカになってます。はい。という感じなんですけど、まあ、じいちゃんにちょっとね、めいっ子の顔を、ひい孫の顔をね、見せたろうというところで、まあ、妹と企画していったわけですけど、まあ、本当思ったより元気そうだったので、本当に良かったですね。はい。もっとちょっと、今んとこ、まあ、入院してるのでですね、まあ、ちょっと、元気がないのかなと思ってたんですけど、まあ、本当元気そうだったので、何よりでした。なので、本当に、いい日だったかなと思いました。はい。まあ、それこそ行けてよかったと思いますね。はい。まあ、雑談しながら、回ってますが。皆さん、熊本いいとこですよ。熊本行ったことありますか？九州の熊本県。もう本当めちゃめちゃいいとこ。まあ、ご飯も美味しいし、温泉は多いし、何より水がうまい。水がうまい、本当に。
自分の家の水道水がうまいんですよ、あそこって。熊本県って。それだけ水がきれいなとこなんで、めちゃめちゃいいとこっすね。視聴者の皆さんもよかったら、熊本一条行かれてみてください。めちゃめちゃいいとこです。というような感じで、まあ、進んできたわけですけども、で、僕はちょっとね、このパーティーでは、敵が強くなっていくじゃないですか。なので、もうすぐ撃ち取られちゃうんですよ。それがちょっとムカつくんで、ある程度スコア稼いだら、もう残兵数のボーナスをもらうために、引きます。開脚します。そっちの方がね、もうスコア上がるんで。引きますね。とりあえず。ほら、こんな感じで。引きます。そしたら、なんか撃ち取られる確率が減るんですよ。一回僕これ全滅しましたからね、マジで。おいおいおいっていう前に全滅しましたからね。逃げ損なって。まあ、逃げ損なってっていうか最初の方はね、まともに戦ってたんで、そうなると残兵数ボーナスがマジでもらえないんですよ。なので、もう、とにかく退却します。まあ、僕のパーティー弱いんで。突れてもないし、宝尊竜もいないし、春神君もいないしね。うん。支援護憲もいないと。うん、なので、まあ、イルブ将でね、なんとか戦わないといけないと思うので、逃げて稼ぎます。こんな感じで。1.79 なんでね、まあ、そこそこかなと。今の僕のパーティーでは。そこそこ稼げたかなと思います。で、まあ、6万ちょいかな。うん、6万8000ですね。なので、まあ、僕の中では稼げてる方なんで。まあ、コツコツと、スコアっていうよりかは、残兵数を残して、ポイントを稼ぐっていう感じでやってますね。城壁兵戦は。続いて、攻城戦をちょっとやっていこうかなと思うんですけど、攻城戦に関しては、まあ、その敵のレベルを見て、相手を選んでみると。で、まあ、一応攻城戦は六尾見対象か、もしくは城なので、僕、一応はい、この鬼神化護憲持ってるので、鬼神化護憲込みの、救援員で、強勝強勝でやってます。はい。で、幽連なんですけど、僕、とつらなくていいのかなって前の動画で言ったんですけど、とつった方がいいですね。ちょっと、火力的にも物足りないし、ちょっと、なんか、少年に比べると、物足りないのかなーって感じがしますね。今の僕のパーティーでは。はい。進化を発揮できてないのかなーっていう感じですね。まあ、そんなところで。まあでも、特攻武将なんでね、今回は入れてますけど。で、まあ一応ね、強将の選択技能、絵画の選択技能に関しては、自軍5000人の方じゃなくて、一定時間移動速度とか上がるやつ、あれにしてます。なぜかというと、もう城まで、ちゃちゃちゃーと行ってしまって、まあ最初のね、このスピードでね、スコアを稼いでいこうかなっていう感じで、やってるので、一応そっち側にしてます。技能に関しては。で、一応もう城叩きに関しては僕、最高で今41回かな。まあ、バフ掛けしながら、まあ、やってはいるけど、41回っていう感じなので、まあ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 、はい。まあ、まだまだしょべえなって感じですけど、やってます。まあでも、他の方とかは、100回以上ね、城叩いてる人もいらっしゃいますし。すげえなと思いますね、本当に。半端じゃねえと思いますよ。もう童話がいても50回とかいけないっすもん。僕。難しいっすね。はい。まあ、それこそ少々とかもね、しっかりつけていかないといけないと思うし、そこもね、ちょっと、おろそかになっちゃってるので、まだまだっすね、とりあえず。はい。あ、でもなんか、これいいペースだな。めっちゃいいペースじゃん。うん。俺の中では。お、自己最多記録いったわ。いいペース、いいペース。よしよしよし。もうこれは、どこまで伸びるか。楽しみですね。さあ、行ったれ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 
行ったれ行ったれ、頼むよ、いけいけいけ、それそれそれ、ぶっ倒せぶっ倒せ、白ぶっ倒せ、はい、いけ、おお、45回ですね。はい、自己新記録です。ありがとうございます。まあ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 、こんな感じで楽しんでますと。はい。まあいいんじゃないですかね。まあとりあえず、こんな感じですね、報酬は。まあ全部取り切るのは難しいけど、なんとかね、6定員は取りたいですね。ここまではね、なんとか頑張りたいなと思います。ああ、よくば七星の、じゃねえや。七星龍樹と、宝力っすね。新生宝力欲しいなと思いますね。頑張っていこうと思います。はい、というところで今回領土戦の動画をお伝えしました。この動画が良かったなと思っていただけた方は、チャンネル登録、高評価、お待ちしております。はい、以上です。では引き続き、領土戦頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。アディオース。